不動産業界で転職する？非公開求人もご紹介可能です。なりたいあなたを見つけよう。宅建ジョブエージェント。さあ、女性社長の不動産大学35条書面、覚え歌を法改正に対応した形でアップデートしました。へーん。ということで、昨年は民法の大改正が話題になりましたが、今年もいくつか法改正が入ってきております。その影響で、実は去年不動産大学はリリースした覚え歌のアップデートが必要になっているんです。いきなりですが、ここで皆さんに問題です。35条書面の覚え歌に今年の宅建試験で影響を受けるある内容が含まれておりません。さて何でしょうか？すでに勉強が進んでいる人なら気がつくかもしれません。今からですね、キューティーハニーの覚え歌を流しますので、聞きながら何が漏れているのかを考えてください。いきますよ、こちらです。時に惚れ、電気と見たん、増宅、土砂、津波、災害、金銭、解除、損保、50、既存、石畑、耐震、建物だ。指導負担は田中にしない、住宅性能は建物売買、手付け保全河川担保責任、バイバイだ。地の権利と供与専用、特定減免積み立て金、管理費修繕売買っていう制限、比較賃貸も期間更新、利用制限、管理委託先と敷金清算、設備定期これ取り壊しは賃貸。わかりましたでしょうか。実はすでに気づいていた方からコメントをいただいているんです。こちらです。黒根っ子の青春の夢さん、ありがとうございます。素晴らしい名前ですね。通勤電車の中で歌詞を覚えるまで歌っていました。昨年の合格者の方ですね。35条書面の1番は増宅土砂津波ハザードに変更ですか。さらにこんなコメントもいただきました。 MH さん、ありがとうございます。田中先生、初コメント失礼いたします。12月組先生のおかげで毎日動画だけで42点、素晴らしいですね。42点も取ったんですか。すごいですね。恒例行事課から出せました。子供と今も一緒に拝聴し、34条ソングでクリスマスも楽しく過ごせました。34条というのはですね、ジングルベルで歌っております。今更ですが本当にありがとうございました。ところで重要事項説明で、2020年8月施行水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務付けると昨年お話しされていたように思いますが、歌には入りませんでしょうか、とのことでございます。ありがとうございます。皆さんですね、去年合格された後もこうやって情報をくださるのは本当にありがたいです。不動産大学はですね、受験生だけでなく OB の方、つまり合格者の方もコメント欄にたくさんいらっしゃるので、ぜひ今年の受験生の方も質問していただければですね、宅建士が答えてくれるかもしれませんので、まあ、もちろん私も答えますけども、まあ、そういう風にですね、コミュニケーションを取れるのが不動産大学のコメント欄なんでございます。ということでですね、そうなんです、2021年試験からハザードマップが記載事項に追加になっているんです。今回の改正で宅建業者は宅地建物が所在する市町村長が提供する図面、要するに水害ハザードマップに当該宅地建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地建物の所在地を説明しなければなりませんと改正されました。説明対象となる取引は売買交換貸借です。もうこれはもうすでに実務では始まっております。皆さんご存知の通りですね、大雨とか洪水、台風なんかの被害が深刻化してきているので、充設の時に水害のリスクをですね、相手に教えてあげると、そういうのは主な目的でございます。ポイントは売買交換だけでなく貸借の場合も必要になるということです。ちなみに実務上のことを言うと、今回の改正で賃貸の充設がギチギチになっているという会社の方いるんじゃないでしょうか。ちょっと実物をお見せしたいと思います。こちらです。充設のですね、記載事項欄ってですね、売買の場合はもう充設がもともとですね、こう本みたいになってるんでいいんですけども、賃貸の場合はだいたい B4 とか A3 1枚でやってる会社なんか多いと思うんですけども、もうですね、記載事項が年々法改正で追加になってて収まりきらなくなっているっていう会社あるんじゃないでしょうか。例えばですね、14条の石綿、それから15条の耐震、そして16条の津波、建物状況調査、要はホームインスペクションのとこですね、そして今回の水害と、どんだけ追加していくんだっていう感じですけども、しかもこの水害ハザードマップの説明についてはです、
ですね、ちょっと長いんです。文字がたくさん入るんです。しかもハザードマップっていうのは洪水と雨水取水それから高潮の3種類があるので結構場所を取るんです。こんな感じで洪水ハザードマップっていうのは大雨によって河川が増水して堤防が決壊したり溢れたりする氾濫が発生した場合に浸水が想定される範囲、これを浸水想定区域っていうんですけども、その程度およびその地域の避難場所などの情報を示した地図のことを洪水ハザードマップって言います。そして雨水取水ハザードマップっていうのは大雨時に下水管や水路からの浸水が想定される範囲、これも浸水想定区域って言いますが、その程度などの情報を記した地図のことを言います。そして高潮ハザードマップっていうのは、まあ、そもそも高潮っていうのは台風や発達した低気圧なんかでですね、波浪つまり高波とかうねりですね、そういうのが発生して海面の高さがいつもよりも異常に高くなる現象のことを高潮って言います。これによって浸水が想定される範囲、その浸水想定区域やその程度の情報なんかを示した地図のことを言います。これら3種類の地図が必ずあるとは限りません。ない場合はないということもあります。これですね、いちいち自治体に問い合わせて聞かなきゃいけないんですよ。すごいめんどくさいです。これ私すごく思うんですけども、自治体のホームページにですね、全部これを一覧表で載せといてほしいというふうに個人的には思います。これ自治体にもよると思うんですけども、自治体のホームページにもハザードマップって載ってるんですけども、洪水ハザードマップとか雨水取水ハザードマップっていうふうに表示がされてないことがあります。なんか全然違う独自の名前をつけてるハザードマップなんかもあったりするんです。要するにそれらのハザードマップがこの縦接上のどれに当てはまるのかっていうのがですね、パッと見ただけでわからないということがよくあります。すごくめんどくさいです。例えば東京都の場合は23区でそれぞれ違うので、いちいちこれ電話してですね、これはどれのことですかって聞いたりすることもあります。すごくめんどくさいです。これはですね、縦接で説明させるっていうんであれば役所の方にも統一してもらいたいと個人的にはすごくそう思います。これはまだ対応が追いついていない自治体もあるので、ホームページを見ただけではわからないと思います。でこれらの説明は売買交換貸借全部で必要になると、そういうことになります。では今年の宅建試験でどんな問題が想定されるかちょっとやってみたいと思います。こちらです。宅建業者は売買交換貸借の取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップを洪水打ち水高潮のいずれかについて掲示し、当該宅地または建物の洪水雨水出水高潮のいずれかについて掲示し、当該宅地または建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。さあどうでしょうか。答えは×です。これはどこが違うか分かりますか。いずれかではありません。それぞれについて全部掲示する必要があります。だから面倒なんです。どれか1個やればいいっていうことではありません。ちなみに当該市町村に紹介をして、当該市町村が取引の対象となる宅地または建物の位置を含む水害ハザードマップの全部または一部を作成していないとか、印刷物の配布もしくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その紹介をもって調査義務を果たしたことになります。この場合は掲示すべき水害ハザードマップが存在しない旨の説明を行う必要があります。要するに説明は必要だということです。お分かりいただけましたでしょうか。ということで最後に水害ハザードマップについても盛り込んだ替え歌にアップデートしましたので、今日はですねそれを聞いていただいてお別れです。どこにハザードマップが入ってくるのか注意して聞いてみてください。一瞬でございます。いきますよ。時に惚れ電気と見たん増宅土砂津波災害ハザード金銭解除損保50既存石渡った新建物だ指導負担は田中にしない住宅性能は建物売買手付け保全あせん担保責任バイバイだ。敷地の権利と供与専用特定減免積み立て金管理費修繕バイバイっていう制限企画賃貸も期間更新利用制限管理委託先と敷金清算設備定期これ取り壊しは賃貸ということでまた明日。